え、こんにちは、えー、今日のゲストは、えー、経済産業省の元官僚、えー、古賀茂明さんです。小賀さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、あのー、やっぱり今経済政策が、みんな気になるところで、この円安物価高。すごい勢いですけど、うん、<laughs> これどう、どうしたらいいんですかね。いや、ちょっとね、要するに、うん、まあ、結論から言うと、どうしようもないっていうのが。うん 答えかなっていうふうに思っちゃうんですよね。そうすると話すことが何もなくなっちゃううですね。終わっちゃいますねこれ。日本はおしまいみたいな感じになっちゃう。少なくとも今自民党がね考えてる経済対策でこれが28日に決まってそれでそれを具体化するわけですよ年末までにね。で予算とか税とかそういうのは決まっていくわけですけれども対策っていうのは大枠を決めてあってそれで。 何だろうなお題目はいいいてあるわけですよろんなね政策が並ぶんだけどその目的が素晴らしいんですみんなね。でこれをやるとこうなりますっていうのは全部きれいに書いてあるんだけど実際にこれ予算をつけていくって話になるともちろん官僚がねいろいろ工夫するんであこんな新しいことがまた出てきたみたいなのがバっとこう並んで見えるけれども実態からすると。 今まで30年自民党がやってきた、うん、まあ間は民主党も入ってるけども基本バラまきああバラまきではいバラ、うん、まきと規模がなんかどんどん増えて<う>まあ最終的にねあの28日にまとまるからあれですけどなんか30兆円規模みたいなそうあのねいわゆるミーズっていうかね要するに国,もう国のお金をボーンとまあ国のお金って言ったってお金ないから結局国債になっちゃうんだけど、うん、それをねどれ,どれぐらい入れますかっていうことなんだけどこれがねもう 僕もねあの経産省の予算取りまとめとかやってたことあるんですけどね、うん、その頃はそういうあのまあ、いわゆる真水って言うんですけど、はい、お金を実際に突っ込む金額が10兆を超えるって言ったらすごいっていう話だったわけで、うん、でねで普通は数兆なんだけど、うん、数兆じゃちょっと小さく見えるからなんかそれをね、うん いろんなお化粧をして大きく見せてこの対策は実は30兆なんですよとか言うけど、うんうん、実際はもう10兆も入ってないっていうね、うん、そういうのが普通だったんだけど最近はもうなんかあの10兆なんていうのはもう当たり前で、うん、数十兆っていうのがねもう当然のラインですよね。うん、だから今回もなんか分かんないけど、うん、中身は何もないうちから、うん、やっぱり30兆だよねみたいな。そうですよねね具体性ががないのににだだけが先にあって、うん、ただ、ね、これ ちょっと疑問なんですけどあの円安がものすごく物価高に影響してるってのみんな分かってるじゃないですかだから結局そのどんなに規模増やしてお金をジャブジャブしたとしても円安が止まらないとっていうことでそうなると結局そのいわゆる日米の金利差があってっていうところが縮まらない限りこり無理なんですよね。無理なんんですよねね、うん、例えばそのお金をバーンと入れるもちろん あの多少ははプラスにはなるわけですようん、うん、で景気にプラスになれば、うん、あのどっちかっていうと物価が上がる方に働くんですね。うん、だけど日本の場合は今まだまだその供給力に対して需要が足りないからそこのギャップをね、うん、そのギャップは30兆近くあるよと、うん、だからそれ埋めるためにボーンとお金を、うんね、入れちゃいましょうっていうのがまあマクロから見たあのいわゆるまあアベノミクス的発想のね、うん、え政策なんですね、はい、だけどそれはね。 あのずっっとやってきたんです今までうん、うん、でよーく振り返ってみると30年間毎年毎年赤字を出して、うん、しかもその赤字は全然減らずに、うんうん、一番景気がいい時だってて赤字はあの、うん、借金が増えてるんですだからねいくらねいやーもうこれでねお金を入れて景気良くして、うん、そうすると税収が増えて、うん、それであのね財政赤字が縮んでいってね、うん、借金がどん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 減っていくんですって。 ううけどそんななこことと一回も起きてていいででしょっていうことでね、うん、だから要するに経済理論ではこうなるはずですとかいうのは言うんだけど、うんうん、それでノーベル経済学賞の何とかさんがねこういうふうに言ってましたとかね、うん、あのヘリコプターマネーって言ってましたとかなんか言うけど、はい、いやそれ全然日本に当てはまらないからね、うん、というのを考えなくちゃいけない、うん、で今一番みんなが困ってるインフレの話で言えば今まではねなんかデフレで困るって言ってたんだけど、うん、今。 インフレでで困るるっってて言わけしょそれは庶民がインフレで困る助けてくれって言ってるし企業も最近はいやんかやっぱりこんなに円安になっちゃったらプラスじゃないんじゃないな日本商工会議所の回答がねいやもうやっぱり円安っていうのは今ね日本にとって問題だというふうに初めて認めちゃったんですよだから日本経済全体から見ればいやそれは円安で得する人もいるけど全体として見れはマイナスだねっていうふうに企業も言い始めたと。 で政府岸田さんもね、いやもう円安、ねこの物価高って大変ですよね、やっぱりなんとかしてこれは止めなきゃいけませんみたいに言ってるってことは、みんなが円安じゃない方がいいと思ってるわけ、だけど、日銀だけは円安がいいって言ってるわけです、いまだに、黒田さんはね。ここがね、なんていうかな、根本的にどうにもならないところで、ただ、じゃあ、それはね、黒田が悪いんだと、黒田インフレとかね。あの ンヤスかっていうね、うん、岸田インフレとか言われてるけど、うん、これはあの黒田さんの責任かというと、うん、ちょっとそれはかわいそうすぎるところがあってもちろん黒田さんがやってきたことは、うん、今までのその問題をね、うん、どんどん先送りするだけで,、うん、であの事態を悪化させたという意味で責任あるけど、うん、でもじゃあ黒田さんじゃない人がやったらね日本の金融政策を、うん、日本が蘇みったかと。 ううとともう全然そんなことなこくて、うん、要するにその30年近くずっと過去自民党がばらまきしかやらないしかもばらまきの主な対象は自分たちのね、うん、お友達仲のいい利権のね、うん、あの団体に配ってました、うん、だからそういうところはなんとか生き延びてきましたでもそういうところって大体あんまり、うん、あの先がない人が多いんですよねとゾンビ企業はたくさん残りましたよねでほとんどのお金は無駄になりましたねとそれは全部借金で残りましたねと。 えー、それどうするのとそ,うそ,うそれ、まあ、あの新しく借金が増えてね国債を出すっていう分だけじゃなくて、うん、借り換えるその国債10年国債だったら10年だったら借り換えないといけないわけじゃないです、うん、かそれも毎年出さなくちゃいけないから百何十兆円毎年国債出さなきゃいけないでそれどうすんのってじゃあねあの民間に買ってもらえばいいよって言っても銀行が買うって言ってもねでも,もうさすがに買えないよというふうになってるからいや大丈夫ですよ、ね、銀行とりあえず一回買ってくださいと。 そしたら日銀が引き受けまだからもう事実上日銀が直接引き受けてるのと同じような形で、うん、まあ直接っていうのは本当は法律違反ですけどねうん、うん、そうなっちゃったで、えー、じゃあそれを巻き戻しましょうと、はいね、金利差が問題なんだったら金利上げりゃいいじゃん、うん、ということになるわけですけど金利上げたら 何が起きるかっていうとありとあらゆるところで問題が起きるわけですよ要するに政府は借金してるね、1千兆借金してたら金利がね1%上がればね何百億とかって増えちゃいます金利がの利払いが増えちゃいますよみたいなことで立ち行かなくなるそれから企業も今までまほとんどねゼロ金利っていう世界だからなんとか生き延びてもうまあ儲け出なくてもいいやっていうことで生き延びてきたけどそういうところがみんなバタバタいきますそれから あの住宅ローンね、うん、これだけね家が余ってんのに <laughs>、うん、まだまだねあの住宅ローン減税とかやってもっと家帰りもっと家帰ってやってるわけです新築しろって。うん、でその結果その借金する人たちがその まあ日銀はずっとゼロ金利やるらしいよそうでしょう、ね、みんな多分ゼロ金利をベースに何かローン借りちゃってる人たちが多いし、ねうん、そうするとあの利払い費がすごく小さくなるから、うんね、本当は買えないはずの家でも買えますよって言って言われて買っちゃうけど、うんでまあ、いいや変動金利のままにしときゃいいと思ってたらこれが上がるかもしれない、うん、もし上がったら変動金利だからボーンと利払いが増えて、うん、もう住宅ローン倒産が起きますよと。うんうん 中小企業もギリギリね生きてきた人たちが金利がボンとて跳ね上がって死んじゃいますよともうありとあらゆるところで金利上げたら死んじゃいますよっていう人がたくさんいるので上げられなくなくっちゃったというのが実態ですよねだからよくあのもうその、ね、金融政策を正常化させて金利上げろという人もいるんですけどあの、まあ、ゆくゆくはそうならざるを得ない。で あのただ問題はですね、うん、もしそうなったら本当にそういういろいろ苦しい人が出てくるわけじゃないですからねそういう苦しい人たちにこう集中的に支援をしていくっていう仕組みが日本にないんですよ。うんうん、結局何かあると、うん、はいじゃあ1人10万円みたいな、まあね、あの1世帯10万円とかねこういう集まりに5万円みたいな、うん、そういう感じでばらまくしかないでしょ。だからそうういう仕組みをま今まで作って 来なかかったから結局ばらま,きまだ続けざるを得ない、うん、だけどそんなにその金利がボーンと上がるようなね、うん、中で、うん、そういうばらまきでなんとかね、うん、救いましょうっていうと、うん、ますます国債発行しなくちゃいけないから、うん、もうますます金利が上がっちゃうみたいなもうどんどん悪循環にいくから、うん、ちょっとねあのそういう意味ではい,いくら考えても綺麗な答えっていうのは出ない。うん、でまああのいわゆる激しい派とかアベノミクスを支持してた人たちが。うんうん いうのはとにかくね、はい、もう今、需給があるんだからとにかくお金も入れろと金利もね下げたままにしろと、うんうん、そうすればそのうちねわーっと成長してきてね、うん、であの借金も返せるし全部返す必要はないんだと、うんでまあ、まあそれはそうなんですけどね全部返さなくたって,要するにななてうの発散するっていうかね、うん、要するにもう爆発しちゃうっていうことがな,いなくある程度コントロールされた形でいけばいいんだから、うん、そんな心配する必要はないって言うけど。 だけどこれがね永久に続くって思ってる人は世界中で多分ほとんどいないはずなんです、うん、だけど日本は今みんな国民が一生懸命貯金してくれてで銀行にね貯金してくれるからで銀行がか買ってるから海外の,ねあの投資家がとまあ投機家がね「ああもう日本はねこれは危ないぞ」と「円売りだ」とかね「国債ね思い切り売り上げを見せるぞ」みたいに。 やっても結局海外で持ってる国債っていうの量が少ないからなかなかこう日銀とかに勝てないわけですけどだけどあのこれからいつかねちょっと流れが変わって日本人がもう銀行に預金するのやめようね日本の銀行に。外国がねだいぶあの 外貨の預金が増えつつあるけどる、ねはい、外貨預金とかあるいはもう日本の株だ買ったってもうかんないから、うん、海外の株買おうっていうふうにどん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 海外にシフトしていく可能性があるわけです、うん、そうすると結局その日本の国内のお金っていうのは外に流れちゃうので、うん、じゃあ国債を買ってくださいっていう時に日本人が買ってくれないんだったら外国人にも買ってもらうっていうふうになるから、うん、そうしたら普通の他の他国とと同じなんですすね、うんうん、そうするとあのいつかあのこ今回のイギリスみたいにね あもうあの首相が何週間かで辞めなくちゃいけないっていうぐらい要するにマーケットに要するにあれはあのト,ラストラス首相がそのこんなねもう大変な時にもう,あのもう金利上げるしかないですね引き締めいくしかないって言ってる時にドーンと減税しますみたいなことを言っちゃってえっ大丈夫イギリスの財政大丈夫もうダメじゃないって年金財政も破綻だねっていうふうになってであのもう続けられなくなって終わって。 まあ終わっちゃだからそういうことが起きないとは言えないというか、まあ、いつかは起きるよねって普通は考えた方がいいんですよだから今は金利差、うん、金利差で円安になでもその先にあるのは金利差だけじゃなくて、うん、いやもう日本ダメだよねと、うん、もう日本なんかから全部お金あの引き上げようっていうふうになる日本売り、うん、になると、うん、まあその国債はねとにかくあの何が何でもって言って。 日銀が買い支えるとしても株も売られちゃうからもう株価も暴落するし、ねうんうん、でもう日本に誰も残んないみたいな、うん、あのお金のある人は誰も残んないみたいな、うんうん、そういうことになっちゃうんじゃないのっていう <laughs> <laughs> なんかこう,こうなんかそれで終わっちゃうんですけどでもまあだからだからこそなんか経済対策っていうことで、まあ、岸田政権として経済対策を打つって話になっているわけなんですけど、うん、さあだからここで岸田さん大丈夫なのか岸田さんは。 トラス首相になっちゃう。ことはないのか、うん、その辺は。あの、ね、ね、まあ、あの、それはリ,リスクはありますよね。うん、それで。あの、要するに、美しい絵を描くとすると。要は、その日本の産業がもう一回ね、力を取り戻し、うん、国際競争力を取り戻して。はい、それから、新しい事業とかね、企業がどんどんこう伸びてきて。うん、どんどん稼いでくれる、うん、でも、儲かるから。賃金もね、どんどん上げる、上げてくれると。うん それでみんなが消費するしそうすると国内の需要も高まるしね、うん、でみんながあの儲かって税金払ってくれるから、うん、財政も少しね、うん、良くなってくるっていうそういう美しい絵をまあ多分その美しい絵の中にはいくつかいろいろあって例えばやっぱりこれから人だよねというのでリスキリングっていうね、うんうん のでもうやっぱりこれから DXIT 化どんどん進めるでそ,れをそれでねあのついていけるあるいはそれをリードできるような人材を育てなくちゃいけないのでそこにねなんかドーンとお金、ね、入れて訓練すると素晴らしい人材ができて、うん、その人たちがめちゃめちゃいろんなことをやってくれてすごい日本が儲かる国になりますと。うん だけどねこれあの1年とか2年じゃでできなない話まあそううすよね,ねやっぱ中長期のなんかかここベンチャーれらね、うん、もう日本はねあの遅れてたけどこれから日本はベンチャーでね引っ張っていくんですって言うけどベンチャーだって本当に儲かり始めるのは10年経ってからなんですよ。うんうん、だからあのなんかねあの言ってることは綺麗に聞こえるし夢があるように聞こえるけど、うんうん、じゃあこれからその今一番深刻なこの12年どうするのってことの答えはまず。うんうん ほぼないといいいとうに考えた方がいいですね、うんでまあ、それでもねななんかないのと、うん、あのだって日本で結構ねあのいい企業がいるじゃないと、うん、いうふうに思う人も多いと思うんですけど、うん、まあ最近だんだんね日本の,あの産業競争力がなくなってきて大変だよっていうのがようやくこう新聞なんかにも書か,かれるようになったんですけど例えばその、まあ、日本がねじゃあ一番世界に誇れるね会社ってどこと。うんうん だか、うん、産業って何言っらもう明らかに日本の自動車産業は世界トップ、うんうん、だってトヨタももちろんトヨタは世界一だけど、うん、トヨタだけじゃなくてねあのホンダとか日産とかね、うん、もうやっぱり世界で相当こうなんていうか前の方に出,出ていける。うんうんうん だって普通の国って自動車メーカーがない国だってあるぐらいだしせいぜい一国一社あるかないかドイツ自動車大国って言ったってまあ大きいとか三つとかねアメリカだって大きいとか三つとかそういう世界ですよそれが日本では8社も9社もありますみたいなそんな世界で自動車王国なんですけどこのね自動車がちょっと最近危ないというふうに言われているんですねもちろん普通の車でははトヨタだにね。 なかなかのあの企業追いつけないところにいますけどこれからね電気自動車って言われてるじゃないですか電気自動車はもちろんまだコストが高くてねそんなにの儲かる事業になってないけどでもこれからどんどん伸びることは確かだから普通に考えるとトヨタが先頭を走ってねっていうのはトヨタはものすごいお金あるわけだからね普通だったらもう電気自動車いろんな投資をしてね研究開発してう他の自動車メーカーが追いつけないような技術を持ってで世界の 自動車産業をリードするみんながそれで血眼になってねなんトヨタはどう,、ね、ど,ういうどういう動きをしてるんだ、うん、何をしてるんだ見ながらね、うん、追いかけてくるみたいなあのことに本当はなってなくちゃ、うん、いけないんだけど今ね全く逆逆逆になっっちゃったんで,すよ逆ですか<逆>、うん、何かっていうとねまずトヨタは EV まともな EV をほぼ作れない。うんうん あのもう売ってるのもね数万台ですからね、うん、年間にだトヨあのテスラとかねそういうとかも100万台超えようという中で,、うん、で中国の,あの電気自動車のメーカーもみんなやっぱりそれを、ね、追いかけて何十万台っていうレベルに達してる中で、うんまあ、数万台、うん、でしかもあの、まあ、ちょっとやっぱりやばいなってねトヨタも思ったからやっぱトヨタ今までは EV にすごい冷たかったんだけど去年あの。 大的記者会見やってねこれからは電気自動車ですってやったわけですよでそのもう何ていうのかな鳴り物入りでこの6月にね BZX4 っていう新しいその電気自動車トヨタ出しますって言って出したら出した途端にリコールリコールの原因が何かなん何かねとてもねトヨタとは思えないですけど車輪が脱落しますと走ってると。 車走ってると車輪があのどっか行っちゃうんですっていうしかもそれがねあの原因不明やっぱりあまあ慌てて作りすぎたんでしょうね焦ってそれでねやっとこの11月ぐらいからねもう一回売り直しますっていう話なんだけど多分誰も買わないのでものすごくローキーですあの内緒で売ってますぐらい全然大きなニュースにならないでしょ あの社長がバーン出てきてね、うん、これですもう一回やりますってやれないんですよ、うん、で、あのー、もうアメリカではねハイブリッドなんてもう全然古い<ー>古いって感じ、はい、トヨタはついこの間まで、うん、いやアメリカは e v、EV、って言ってますけどねと、うん、やっぱりねガソリンエンジンの国なんですよあそこはと。うん カリフォルニアと、ね、ニューヨークこう西と東ここはまあちょっと違うかもしれないけど真ん中辺はやっぱりアメリカですからって言ってたわけ、うん、エンジン車ですよって言ってたのに、うん、なんか気が付いてみたらねカリフォルニアのいろんなその規制にみんながこう追随してどんどん厳しくなって、うん、もう EV じゃないとね売れなくなる日が近づいてきますみたいな感じでしかも。 それからあのバイデン大統領がこれから環境、ねはい、対策をバーンと脱,、うん、脱炭素をどんどん進めますよって、うん、もう派手にぶち上げてたんだけどトヨタから見ればまああんなこと言ってるけどねまあバイデンの人気もいまいちだしねとか言って、うんうん、そんなその通りにはなんないよって言ってたんだけど、うんうん、それがだんだんそういう風になってきて、うん、ものすごい今補助金も出してるし。うんうん で一気にねあの今アメリカで立ち上がり始めました、うん、電気自動車がね。あ<ー>であのトヨタのハイブリッドがね上半期1.5万台ついったかな、うん、それに対して例えば韓国のアイオニック5っていうのはすごい車があるんですけど、うん、もうこれ完全にトヨタの,あのこの間出した BGX4 よりもはるかに上いくっていうふうに言われてますけど、うん、これはあの去年カー・オブ・ザ・イヤ、うん、あのワールドカー・オブ・ザ・イヤーの三冠王。うん あともう一つね韓国の、あのー、Kia っていう会社が出している、e、EV6 っていうのがあるんですけど、うん、これが、ね、ヨーロッパのねあのカーオブ材ヤ、うん、それでアメリカで両方半年で1.3万台でもうあのトヨタのプリウスを抜くとうん、うん、でアメリカの中ではそもそも EV がハイブリッド上回っちゃったんですよ、うん、もう。で大体ねあのまだ低いんですけど、うんあのー、EV の比率が10%ぐらいになると一気に。 爆発すると言われているので、もうちょっとトヨタまずいなでトヨタがそうなったことによってですね、もう一つものすごく大事な産業が今あの潰れそうになっててそれが電池なんですよ。車に乗せる電池。もう要するに車のもうよコストの4割ぐらいと言われてるのこれパナソニックがずっと作ってる。パナソニックのおかげでテスラが伸びたと。ところがもう今やテスラはパナソニックにはもうあんまり頼らないよと。 ということで中国 CATL とか韓国 LG なんかに支えられながら今どんどん拡大してるんですけどねトヨタも今度ね中国でやっぱりね中国がもう EV どんどんいくんでやばいということになってね急遽このもうすぐ年内にもね中国で EV 出すんですよ。で僕はこれに注目してるんですね。 でここで,で,で使う電池がパナソニックじゃなくて中国の c a t l になっちゃったという話ですねそれでもこれで売れなかったらね要するに中国でトヨタはあのテスラと中国の EV に負けたというレッテルが貼られますからもう今でもヨーロッパとかではもうでも中国でもそうなんだけどトヨタっていうのは EV 更新。 メーカーだというふうになってるんですけど、うもうこれで決定的になるなと。そしたらもう E.V. でも電池でもダメなの。だからこれからねすごい伸びていくはずのところでもう負けが決まるかなみたいな。でもそういう世界の状況がそうだったら、<laughs> 要するにこう岸田政権の経済対策ってなった時にやっぱりそういう中長期的に見て。 どんな産業にもっとこう日本として注力するかとか今例えばその自動車電池っていうのがいわゆるある種ギリギリの瀬戸際にいるってことですよねうん、うん、もっとそこにこう力を入れるとかなんかそっちを本当は目指した方がいいうん,、ね、うん、あのねだからさっき言った通り、うん、要するにもう簡単にあの起死回生の一打なんていうのはないんです、ねうんはいで,ないでもうそれはそのなんかいくら言葉で言ったってみんなもう見切られちゃって、うん、もうマーケットは分かっているんですけどただあの 経済て面白く期待の世界なんですよ要するに今何が起きるかじゃなくて将来こうなるだろうなっていうことで将来すごく日本っていい国になって儲かる国になるんだと思えばじゃあそのちょっと前には買っといた方がいいよねあでもそこで買う人が増えるからやっぱりそこだと遅いからもうちょっと前に買った方がいいよねってずっと前倒しになって今買うっていうふうになるんですよだから将来はすごい日本いいよと買いいよと。 いううここととをを思わせるる言えかかどうかなんだけどそのためにはねやっぱり、うん、なんていうのかなちょっとショック療法的な、はあ、もう相当すごいことをやりますっていうことを、うん、あの言わないとダメで、うん、例えばトヨタがどんなに反対してももう、ね、EV, EV だったら例えばなんか今 EV に税金かけるとかなんか言い出してるそうですで、ね、なんか政府税調がなんか、e に。に 走行距離に合わせたたた税金をかかけるるみみいいななん案が出て言ってるけどその真逆でもう EV は高速料金全部タダとかねそれからいろんな登録なんとかとかいろんな税金あるかかるけど全部タダにしますとかねそれぐらいやるとかそれから再生可能エネルギーにねやっぱりもう全面的にね移行しようとそのためにも原発なんかいらないから原発なんかやめますとかねそれぐらいそうするとね 日本はもう再エネにかけたんだとかね電気自動車にかけたんだっていうことはそのあのトヨタとかもそっちに行かざるを得ないこの日本の底力全部そこに注力したらさすがにこれよみがえるんじゃないのっていう気がしてくるじゃないですかそう思えばいや今は確かに駄目だけどもうそれぐらいはっきりした政権ができたからっていうのでじゃあ買いだっていうふうになる可能性があるんだけどそれをやるとやろうとすると多分 トヨタに潰され経団連に怒られそれで安倍派に潰されみたいな感じで岸田政権が倒れるとかねでも僕はもしもし僕が岸田さんだったら本当に日本のことを考えんだったらそれをねだから小泉純一郎みたいにねうるせえと自民党はみんな反対するおおいいじゃないかじゃあもう国民に決めてもらおうぜ解散だとねそういう例えばその EV とか脱炭素解散とかねいうことでそれでもうその反対するやつらのところには死脚立てるからなと。 いうぐらいやれば、岸田さんね、あの勝てると思う。なるほど。ある意味、今支持率こうどんどん落ち目になってる。岸田さんに、今ある種なんか一つの、なんかあれですね、政権不与策みたいな。そうじゃなければ、もうだって今自民党の中の人たちが岸田さんの悪口。そうなんですよ、私はちょっと。そうなんですよ、あの前とちょっと違うなと思うのは。 みんんな割とはっっきり言ちゃうでですよねね本音この政権だよみたいなこと安倍さんの場合はそんなこと言ったら殺されるかもしれないって殺されるっていうのは比喩的な言い方だけどそういう怖さがあるからそういうこと言わなかったけど岸田さんはやっぱり安倍派の半分ぐらいしかない派閥だしねいざとなったら潰されるとでもみんな次を狙ってだから維新だって自民党から離れたのは立憲と国会で共同してるけどあれ何かって要するに岸田を早く潰したいと。 うん、いうだけそれで自民党の中でまた安倍派政権だったりあるいは菅派政権みたいなのはできれば立憲民主党ありがとう岸田潰れたからねさよならって言って自民党と一緒に組むという、うん、あの動きになっちゃってるんですよね、うん、だからもう岸田さんはねそういうことを考えたらその自民党の中でねなんか生き延びようなんてそうちまちましたことを考えてたってもう時間の問題でも、まあ、せいぜい来年のサミットで花道でやめるぐらいのところが。 せいぜいだから、うん、なんか思い切りやってほしいんだと思いますね、うん。なるほど。いやもうなんか <laughs> 言うことがない、ね。言うことがなくなって会うんですけどね。こうねこう本当になんか悲観的に考えるとね、すべてが悲観的になっちゃうので、うん、こうなんか光がね見えないかなっていうふうには思うんですけどね。うん、だからまあそのためにはやっぱりなんかやっぱり大きく変わると。うん いうふうにみんなに思ってもらえることをや、やんないと、うん、まあ、その一つの例が先のね、うん、脱炭素解散だけど。まあ、それ以外にもね、うん、いろんな手はあると思うんで、ちょっと真剣に考えてほしいなと思いますね。わ、うんうんうん、かりました。ありがとうございます。今日もまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。